ST マイクロエレクトロニクスのビデオプレゼンテーションをご覧いただきありがとうございます。今回はモーションメムスソリューションについてご紹介いたします。 ST マイクロエレクトロニクスのメムスセンサーの特徴は、1つ目としてあらゆる設計ニーズを満たす業界屈指の広範なセンサポートフォリオを持ち合わせていることが挙げられます。センサポートフォリオは次のスライドでご紹介します。2つ目は、非常に安定した供給力、優れたコスト競争力、そして新製品開発力を要していることです。これにより ST はすでに累計30億個を超える出荷実績を達成しています。3つ目は、高性能なセンサーが要求される屋内ナビゲーションや位置情報サービスなどで必要となる多軸センサーシステムの精度を向上させる高性能センサーフュージョンソリューションが提供可能です。4つ目は、コンスーマー機器のみならず、車載やヘルスケアなどの様々な高信頼性アプリケーションで採用された実績は、高品質の証であると言えます。最後に、ST は MEMS の製造、組み立て、及びテストラインを持つ複数のセンサー拠点を要しており、完全な内製デュアルソースによるグローバルな製造体制を整えています。ST マイクロエレクトロニクスではバリエーション豊かなセンサーソリューションを提供しています。マイクロフォンやスピーカーとなるアコースティックメムス、気圧や湿度などが測定できる環境センサー、物や人の動きを捉えるモーションメムス、そしてセンサー情報を処理する機能を併せ持ったローパワーブレインがあります。ST は2013年初頭までに累計で30億個を超える MEMS 製品を出荷し、MEMS 市場をリードしています。今回のプレゼンテーションでは、これらの豊富なセンサーソリューションの中のモーションメムスとローパワーブレインを中心にご紹介していきます。モーションメムスには主に加速度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサーがあり、測定対象に合わせた製品を選択することが重要です。加速度の測定や傾斜の測定は加速度センサーを、磁界の測定、方角の把握、電子コンパスには地磁気センサーを、角速度、つまり回転の測定や3次元の回転方位にはジャイロセンサーを選択します。さらに詳細なセンサーポートフォリオがこちらです。単機能の加速度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサーから加速度センサーと地磁気センサーを統合した E コンパスモジュール、加速度とジャイロセンサーを統合した6軸センサーモジュール、そして3種類のセンサーすべてを統合した9軸センサーモジュールなどがあります。検知したい動きや対象に合わせて必要なセンサーを最適な組み合わせで自由に選択できるポートフォリオを提供しています。ST の代表的な加速度センサーをご紹介します。こちらが超低消費電力駆動が可能な3軸加速度センサー、 LIS2DH12 です。出力レートを 1Hz に設定した際の消費電流が2マイクロアンペアととても低いことから、機器に使用されているバッテリーの駆動時間の延長が可能となり、多くのウェアラブル機器に採用されています。最後に ST の6軸センサーモジュールの紹介です。 LSM6DS3 は3軸加速度センサーと3軸ジャイロセンサーを統合した小型6軸センサーモジュールです。加速度センサー及びジャイロセンサー駆動時の消費電流が 0.9 ミリアンペアと、業界トップクラスの低消費電流駆動を実現しています。この低消費電流化により、システム内でセンサーを常時駆動することが可能となり、ユーザーのアクティビティモニタリングを常時行えるようになります。また、歩数計などのデジタル機能も内蔵しており、システム全体の低消費電力化にも貢献いたします。ご視聴ありがとうございました。モーションメムスソリューションについてご理解いただけましたでしょうか。より詳しい情報は弊社公式サイト
st.com をご覧ください。